縄文時代の早々期から人々が生活している山添村。この村には神社が建てられる。はるか昔からの山の神信仰や岩倉信仰が数多く残っています。岩倉ハンター平津豊が選んだ山添村の岩倉を紹介しましょう。牛ヶ峰の岩屋と増形岩は布目ダムの北東部にあります。布目ダムの周遊道路脇の六地蔵磨崖仏の前に春日神社跡があり、その近くに牛ヶ峰に登る登山口があります。山道を400メートルほど登ると古いお堂に着きます。これを越えるとすぐに牛ヶ峰の岩屋が見えてきます。高さ6メートルの巨石に大日如来がはっきりと刻まれています。岩屋の中には不動明王が祀られています。神社は6世紀に渡来してきた仏教によって融合されていきます。この神仏集合は江戸時代まで続きます。仏教はもともと岩倉であった岩の表面に仏を彫り、聖なる岩を仏教に利用し上書きしていったのです。大日如来が彫られた岩面は西を向いており、夕日が大日如来を神々しく照らします。それと同時に夕日は岩屋の奥に差し込みます。その夕日は季節によって場所を変え、向かって右の岩屋に冬至の日の入りが、向かって左の岩屋に夏至の日の入りが差し込みます。この現象について金山巨石群リサーチセンターが2003年に調査を行い、岩屋への光の差し込み方で冬至や夏至が分かるため、この巨石にカレンダー機構が組み込まれているのではないかとの説を発表しています。岩屋の50メートル上に増形岩があります。高さ16メートルもの圧倒される大きさです。この増形岩の特徴は上部に四角い穴を開けて蓋が閉められていることです。村には次のような伝承が伝わっています。824年弘法大師の夢枕に大日如来が立ち、東大寺の染山であった牛ヶ峰を指さして仏教の根本の元を開く霊場とするようにとのお告げがありました。弘法大師はのみと土で大岩に大日如来を刻み、その後岩の上部に増形の切れ目をつけ、岩を掘り取った中にのみと土を収めました。その後廃仏毀釈によって荒れ果てていましたが、村の人々が増形岩の増形を開きました。この中から出てきたのはのみと土ではなく御正体でした。村で大切に保管されているそうです。